平野紫耀と神宮寺勇太は飼い殺し状態ファンを焼きもきさせる、とべ、タッキー社長の辛抱遠慮。こんにちは、皆さん。私はビデオブロガーであり、今回は最新のエンターテインメント業界の話題をお届けします。ジャニーズ界のニュースが大好きな皆さんにとって、今回の記事は特に興味深いものになるでしょう。 平野紫耀と神宮寺うじの近況について驚きの事実が明らかになっています。早速内容に入ってみましょう。元キングアンピンス、キンプリのメンバーである平野紫耀と神宮寺うじが新たに設立された事務所とべに入所して約1ヶ月が経ちました。しかし、彼らはまだ公の場に姿を見せることなく、地上波テレビへの出演も皆無です。 これにより、ファンたちの心配が募るばかりです。ファンクラブの会員数が100万人を超えるほどの人気を誇る彼らが、活動なしの状態に置かれていることに不安を抱く人も多いようです。初年度会費が6200円であれば、約62億円もの収益があると考えられる中で、彼らが買い殺し状態にされているのではないかという憶測が広まっています。 一方で、滝沢秀明氏が戸部を設立したのは、わずか数ヶ月前のことです。それなのに、三宅県、平野市要、神宮寺雄太、そしてインパクト大津改めイムプノブド、著名なタレントが続々とこの事務所に所属しています。これらの発表は、好意的に受け取られていますが、滝沢氏が何らかの計画を秘めているのではないかとの疑念も広がっています。 専門家によれば、滝沢氏はこれまでの反応を見て、今後の動きをじっくり考えているのかもしれません。水面下で何かを企んでいる可能性が高く、年末年始には世間を驚かせるような大きなイベントを仕掛けるかもしれません。その中には、NHK 紅白出場やジャニーズカウントダウンコンサートに対抗する企画も含まれるのかもしれません。 平野氏用と神宮寺勇太の新事務所戸部での状況について、ファンたちの心配が広がっていることがわかりました。彼らはまだ公の場に姿を現しておらず、活動が滞っているように見えますが、戸部社長である滝沢秀明氏の新望遠慮によるものかもしれません。 滝沢氏が水面下で何かを準備しており、年末年始には大きなイベントを開催する可能性が高いとの見方もあります。ジャニーズ界のファンにとっては、今後の動向がますます注目されることでしょう。彼らの活動再開や新たなプロジェクトに期待が高まる一方で、トレの戦略がどのように展開されるのか、私たちも楽しみにしていることをお伝えしたいと思います。 引き続き、最新の情報に目が離せませんね。